本線は東京都港区の仙岳寺駅から神奈川県横須賀市の浦賀駅を結ぶ京浜急行電鉄の鉄道路線である。駅ナンバリングで使われる路線記号は KK。正式な起点は品川駅で後年延伸された仙岳寺駅品川駅間は支線の扱いで、キロポストは品川駅からの距離に基づいて設置されている。 鉄道要欄でも品川駅裏側駅間とは分けて記載されている。東京特部南部の品川から東京湾沿いに南下し、神奈川県横浜市南東部、横須賀市東部を経て、三浦半島南部へと伸びる都市間鉄道である。仙岳寺駅からは、都営浅草線及び道線を介して、京成電鉄、北総鉄道と、相互直通運転を行っており、 芝山鉄道とも、都営浅草線、京成線を介して、直通運転を行っている。海徳などほとんどの優等列車は、堀の内駅以南は、栗浜線に直通して三崎口駅に至るため、栗浜線が、実質的な本線として機能しており、堀の内駅裏側駅間は、本線の一部でありながら、支線のような扱いになっている。エアポート急行を中心に、 図紙線の列車も乗り入れている。空港線とともに、羽田空港への空港連絡鉄道としても、機能しており、京成電鉄が成田空港に乗り入れているため、羽田、成田の2空港を連絡している。羽田空港へのアクセス路線としては、東京モノレールと競合関係にあるがそれぞれ、東京側のターミナルが異なることと、京急は、 横浜方面からのアクセスが可能な点で違いがある。品川駅横浜駅間は東日本旅客鉄道の東海道線、京浜東北線と線路が並行しており、競合関係にある。この区間は京急の中でも線形が良く、JR の路線との距離も、 近いことから首都圏の鉄道路線の中では珍しく競争が激しいため時速 120km の高速運転で JR に対抗している。他にも品川駅、横浜駅横須賀駅、逗子駅、栗浜駅間では途中経路は少し異なるものの JR の横須賀線と競合している。東京、横浜横須賀間の移動においては京急の横須賀中央駅の方が 中心市街地に近くより直線的に結んでいることから京急の方が優位に立っている。原則的に10分サイクルのパターンダイヤが組まれている。本線からは大支線を除く京急各線へ直通列車が運転され、回徳はすべて堀の内駅から栗浜線に直通する。ただし朝ラッシュ時には裏が発着の特急列車も運転される。空港線へは 品川、横浜両方面から直通列車が設定されている。都営地下鉄浅草線や京成電鉄各線などと相互乗り入れを行っており、以下に上げる路線の各駅へ直通列車が存在する。空港線へ乗り入れる列車が多く、一部は栗浜線や逗子線と直通する。現在、京急か田駅以きへの直通はほぼ自社の車両に限られ、朝、 夜に、東京都交通局の車両が数本乗り入れる程度だが、かつては、京成電鉄や北総開発鉄道、住宅、都市整備公団の車両も乗り入れていた。なお、2018年12月8日以降は、京成車については平日のみ、栗浜線京急栗浜駅まで1、往復設定される。現行ダイヤにおける、拠点駅の一時間あたりの運行本数は、 横浜駅では、日中18本、平日朝のピーク時で26本である。また、品川駅では、京急蒲田方面が、日中21本、平日朝24本、仙岳時方面は朝引く日中が、おおむね12本、夜間9本となっている。京浜館では、開業時より、伝統的に高速運転が行われてきた。これは、 東海道本線や東急東横線、三浦半島方面へは、横須賀線、羽田空港アクセスでは、東京モノレールと競合するためである。京急の前身で1898年に創立された大四電気鉄道は、最高速度がわずか8マイル、H であった。その後、1931年には急行運転、1936年には、 大比戦による追い越し運転が実施され、環球結合運転が始まった。第二次世界大戦後では、認可速度時速 80km から始まり、1953年に時速 90km、1958年秋には時速 100km、1967年からは特急で時速 105km 運転となった。1995年以降は、 品川横浜間で時速 120km、横浜南で時速 110km となり、関東の私鉄路線としては、京成成田スカイアクセス、つくばエクスプレスに次いで高速の部類に入る。機関が標準機という点は高速運転に有利だが、軌道や信号設備の改良など時速 120km 運転を行う準備に数年を要した。 首都圏の鉄道事業者は直接他車線と競合する路線が少ないこと、限られた線路容量や線形の中でほぼ終日に渡り高密度ダイヤで運転されること、また高速化よりもまず安全性や定時性、ラッシュ時の輸送力重視という傾向もあることなどから首都圏の鉄道事業者で一般列車の時速 120km 以上の 運転を実施しているのは2022年の時点で、京急、全期つくばエクスプレス、京成成田スカイアクセス及び JR 東日本と少数である。なお、品川駅横浜駅間の時速 120km 区間では、信号機に YG 現地を明滅させるそもそも即信号を採用している。これは最高速度。 時速 105km から時速 120km とするにあたり、信号機の移設、増設、閉塞数の変更を行わずに、ブレーキ距離を確保するためである。そもそも速減時による速度制限を受けている状態では、従前の進行減時と同等の距離で停止でき、最高速度の向上が可能となった。運転士による各種試験の結果、 そもそも即現時の名滅回数は80回分、転倒割合50%としている。そもそも即現時は京急が日本で初めて採用した方式であり、その後は2009年に北総鉄道北総線で、2010年に京成成田スカイアクセスでも採用された。なお、時速 120km で運転できるのは京急車による。 開得だけで特急及びエアポート急行の最高速度は時速 110km である。ただし、使用車両の最高速度が低い場合はそれに従うことになる。1999年に快速特急を開得と解消。2019年12月現在は以下の7種別で構成されている。停車駅についての詳細は停車駅表を参照。また、 速達列車は種別ごとに種別色を定めており、英語での案内にはその色を用いる場合もある。モーニングウィング号平日朝方の上り方面に3本運転される着席通勤を目的とした列車であり、他社のホームライナーに相当する。1本目は横須賀中央発品川行き、2本目は三浦海岸発品川行き、3本目は 三浦海岸発仙岳寺駅として運転される。三浦海岸駅、横須賀中央駅、金沢文庫駅、上大岡駅から乗車する場合には、ウィングチケット、または、ウィングパスが必要である。品川駅、仙岳寺駅のみで下車が可能である。車両は2ドアオールクロスシート8両編成が専用で、使用されており、2019年現在は2100型で運転されている。 なお2021年3月27日ダイヤ改正から、三浦海岸6時9分発のモーニングウィング3号について、金沢文庫駅から品川駅まで12両編成に増強される予定。ただし、実施は、同年5月6日からで、同日より、三浦海岸駅からトイレ付き新線系4両編成が限定運用され、金沢文庫駅からは2100系8両編成を、 連結する。イブニングウィング号平時夜間の下り方面にのみ、運転される、着席通勤を目的とした列車であり、他社のホームライナーに相当する。始発駅である品川駅から乗車する場合には、ウィングチケットが必要だが、上大岡駅三崎口駅間については、一般の開得として運行されるため、乗車券のみで乗車できる。停車駅や、 着席整理料金など、一般の回得とは趣を意味するが、正式な種別は、回得となっている。全列車が、栗浜線に直通し、本線の仙岳寺駅、品川駅間や堀の内駅、浦賀駅間、都営浅草線などには乗り入れない。車両は、二ドアクロスシート8両編成が専用で用いられて、おり、運行開始当初は2000系。 2019年現在は2100型となっている。京急蒲田駅、京急川崎駅、横浜駅を通過駅としているのが特徴である。品川駅から上大岡駅までの所要時間は32分である。京急ウィング号を結ぶ特急料金不要の最速達列車で品川駅羽田空港第3ターミナル駅間をノンストップで走行し、 羽田空港第1、第2ターミナル駅に着発する列車である。全列車、全区間8両編成で運転される。2012年10月ダイヤ改正以降は、日中の列車は、都営浅草線に直通し、押上駅からの京成線内は、種別をアクセス特急に変更の上で、 成田スカイアクセス線に直通して成田空港駅に到着するダイヤが40分間隔で組まれている。また成田空港駅からは逆のパターンが組まれている。現行ダイヤでは以下の運行パターンがある。エアポート開徳は1998年に設定されたエアポート快速特急を前進とする。当時は羽田空港へのアクセスのみならず、 羽田空港駅と京成線の成田空港駅を乗り換えなしで結ぶ最上位の種別として登場し、京急線、都営浅草線内ではエアポート快速特急、京成線内ではエアポート特急として全区間で通過運転がされていた。なお、これらの列車は京成高砂駅で京成本線の京成上野駅、京成高砂駅間を運転する。 エアポート特急に接続していた。特に都営ア草線内で通過運転を行ったことが画期的であったが、京急線内での扱いは快速特急と同じであり、名前だけを差別化した形であった。1999年にエアポート回特に改称する。2000年代の一時期は、京成線内の扱いが快速への格下げと運転区間の短縮により、 成田空港駅まで到達しない列車が大半となり、当初の目的を果たしているとは言い難い状況になっていたが、2010年7月17日に、京成成田空港線が開業し、京成線内を京成本線経由から、こちらに切り替えることで再び両空港を乗り換えなしで、結ぶ列車として運転されるようになった。これに先立ち、2010年5月のダイヤ改正において、 京急かまた駅を通過するようになり、京急線内でも海徳との実質的な差別化が図られるようになった。2012年10月のダイヤ改正からは種別の色をオレンジに変更し、海徳との差別化及び京成線アクセス特急との共通化が図られるようになった。京成3100型によるエアポート海徳、海徳原稿ダイヤでは、堀の内駅から、 栗浜線に直通して、京急栗浜駅や三崎口駅を発着する系統と、京急蒲田駅から空港線に直通する、羽田空港発着の系統があり、早朝、深夜を除く、ほぼ終日の設定がある。1968年に設定された、快速特急を前進とする。快速特急は、特急よりも、さらに上位の種別で、それまで運転されていた。 三浦半島の観光地に向けた列車、ハイキング特急を格上げする形で登場した。このため当初は、と休日に特急の合間に何本か設定されているに過ぎなかったが、通勤需要の拡大とともに徐々に設定時間と運転本数が拡大されていき、また、本線末端部よりも栗浜線へ直通するダイヤへとなってい 1999年夏のダイヤ改正からは、通称、略称として用いられていた、開徳が正式名称となり、同時に、特急を置き換える形で大増発を行い、日中はほぼ10分に1本は確保されるようになった。この時、都営浅草線、京成線、北総線へ直通する開徳も登場している。さらに2012年10月21日改正では、 日中の北総線都営浅草線羽田空港の系統のエアポート急行が海徳へ格上げされ品川駅では約5分間隔で京急栗浜、三崎口方面の列車と羽田空港方面の列車が交互に運転する形となっている平日朝ラッシュ時登りの海徳は三崎口駅、京急栗浜駅、浦賀駅金沢文庫駅間は 特急として運転され、塩入駅、追浜駅にも停車する。車両は8両編成を基本とするが、金沢文庫駅、品川駅間では4両編成を連結して、大手施設最長である12両編成で運転される、回得も設定されている。その場合、金沢文庫駅、品川駅において連結、切り離し作業を行う。 連結列車の運用パターンについては後期に記す。この12両編成の運用には、京急の車両だけが充当される。都営京成、北総の8両編成も用いられることも多いが、京成、北総の車両については、ほぼ全列車が、都心方面から空港線の羽田空港方面間の運用であるために、京急蒲田駅以南の横浜方面では、 ほとんど見ることができないほか、方向幕が、形成者は、形成の種別に合わせて、快速特急となる。都営の車両は、本線をそのまま走り、三崎口駅を発着する、運用も設定されている。運行当初は、栗浜線の津久井浜駅まで、通過運転を行っていたが、近年は、停車駅が増加しており、1998年に、空港線が、 羽田空港駅まで延伸開業すると同時に京急蒲田駅が停車駅となり1999年夏のダイヤ改正からは栗浜線内閣駅停車となったさらに2010年5月16日からのダイヤ改正からは金沢八景駅も停車駅に追加されたなお自社路線内では最速の列車であるが都営浅草線内では大半の列車が 各駅停車となる。詳細は、都営地下鉄浅草線や、エアポート快特を参照されたい。列車番号の末尾のアルファベットは A、B、SH の3つが使用されている。基本的に、A は、京急線内のみの運用、B は平日朝の上りの金沢文庫以南が、特急、伊北が快特の列車とその送り込み、SH は、 地下鉄に直通する開徳の運用に用いられるが、一部、例外もある。現行ダイヤでの運行形態は、以下の通り。停車、通過なお、1987年5月まで、現在の京急はそれぞれ京浜丸々という、駅名だった。例、京急蒲田駅京浜かま駅、京急川崎駅京浜川崎駅など。 主に京急本線の開得に用いられる2100系特急特急は1968年に快速特急が設定されるまで本線最上位の種別であり、開得設定後も本数の多いダイヤの中心的な種別であったが、1999年夏のダイヤ改正から空港線に乗り入れる列車を除いた日中のすべての特急が開得に置き換わった。 2016年事件は、早朝深夜、朝夕ラッシュ時のみの運転である。しかし、その運転範囲は広く大四線を除く全線で見ることができる。基本的には8両編成での運転だが、品川駅金沢文庫駅間では12両編成で運転されている。連結パターンについては、後期する。現行ダイヤでは、以下の運行パターンがある。 平日ラッシュ時間帯においては、京急線で完結する運用が多い、回徳に対し、当主別は、都心方面直通列車となるものが多い。上り列車は、金沢文庫駅品川駅間の本線内は、回徳同様の最大12両編成となるが、都営浅草線及び、京成線内は、最大8両編成での運転であるため、品川駅で切り離し作業を行う。 ただし、下り列車は、神奈川新町駅の下りホーム有効庁が8、両分のため、品川駅京急川崎駅の区間のみで12両運転を行う。余った4両は、京急川崎駅から客扱いをせずに、車両基地のある神奈川新町駅までそのまま連結するか、京急川崎駅で切り離して、普通列車として運転される。 平日朝ラッシュ時の一部特急は、金沢文庫駅以北は開徳として運転される。列車番号の末尾に付けられるアルファベットは C、H、B が使用されている。C は、線内運転の列車。B は平日朝の上りの金沢文庫以南が、特急、以北が開徳の列車とその送り込み。H は、地下鉄直通の運用に用いられている。ただし、三崎口駅。 京急栗浜駅、浦賀駅品川駅、仙学寺駅間を通して運転される、自社線内完結の列車及び折り返しの送り込みとして、H をつける列車が早朝、深夜に存在する。1999年の改正以後、日中の特急は、羽田空港駅京急蒲田駅京急川崎駅間のみで見られた。この列車は、 京急川崎駅金沢文庫駅間で開徳と、平結自身の列車種別を開徳に変更して、羽田空港駅と横浜方面とを結んでいた。この列車の下り方面行きは、平結相手の開徳に先行して、京急蒲田駅を発車し、京急川崎駅構内の引上げ線に一時停車して、品川方面からやってきた開徳を先に、ホームに侵入させた後、 その後部に連結するという珍しい方法で運転されていた。定期列車としての特急が設定されたのは1954年3月22日で、設定当初は平日の朝ラッシュ時のみの運転であった。1957年3月17日には20分間隔で終日運転されるようになった。1965年2月20日までは、 神奈川新町駅ではなく小安駅に停車していた。栗浜駅にて海徳の接続待ちを行う特急と、逗子、葉山駅羽田空港間を逗子線、本線、空港線を経由して結ぶ列車の2系統があり、ラッシュ時間帯は、前車が、日中は、後車が中心にほぼ10分間隔で運転されている。エアポートと、名が付く通り、基本的に、羽田空港発着となるが、 ごく一部に、羽田空港発着ではない列車も運行される。なお、品川方面から逗子、早間駅まで運行する列車は設定されていない。仙岳寺方面羽田空港間2010年5月15日まで運行されていた、急行から列車種別名を変更したものである。列車種別名を解消した理由は、京急蒲田駅から新逗子駅間においても、新たに、 エアポート急行を設定するにあたり、かつて同区間を運行していた、急行とは、停車駅が異なることから、急行と、エアポート急行は別の種別であることを位置づける、目的があり、既存の羽田空港駅、京急蒲田駅、仙学寺方面間の急行と合わせて、種別名の統一を図ったものである。2012年10月21日のダイヤ改正から、日中と、 と休日夜間のエアポート急行については、海徳へ格上げされたため、これらの時間は運行されない。朝ラッシュ時間帯においては、品川方面からの列車が増発されたが、2010年5月15日まで、空港船内のみの運用である急行が、毎時3本運行されていたが廃止され、同時間帯は、すべての列車が、本線直通列車となった。大多数の列車は、 千岳寺駅から、先の都営浅草線と、京成押上線を介して、京成本線成田空港駅、芝山鉄道芝山千代田駅及び、北総線印馬日本医大駅まで相互、直通運転を行っている。このため、北側のエアポート急行は、乗り入れ先の車両で運用されていることが多い。運行パターンとしては、例として、以下のタイプが存在する。 羽田空港行きの列車は、都営浅草線内においては従来通り、休行と案内されている。原則として、後続の横浜方面行きの開徳には追い抜かれない。仙岳寺方面行きは、京急蒲田駅で、横浜方面からの開徳からの接続を受ける。サメズ駅で普通列車を追い抜くのは、朝夕の一部のみ設定されている。図紙。 はやま田空港間横浜方面から羽田空港へのアクセス工上を向上させるため普通列車を格上げする形で2010年5月16日に新設されたこの区間にはかつて急行が存在したことは前期したが1999年7月31日に実施されたダイヤ改正により廃止されたためこのエアポート急行は 約10年ぶりとなる事実上の急行の復活である。ただし、当時の急行とは、停車駅が異なっており、かつて急行停車駅であった鶴見市城駅、花月園前駅、生麦駅、小安駅、小金町駅、京急富岡駅は、通過駅となり、逆に急行が通過していた中木戸駅、井戸谷駅、広明寺駅、杉田駅、農見台駅が、 エアポート急行の停車駅となった。なおエアポート急行の停車駅は、京急鶴見駅や京急東神奈川駅、杉田駅など、京浜東北線、根岸線都市近の駅が多い。日中を中心に10分間隔、8両編成、または6両編成での運行であり、ほとんどの列車が、図紙、葉山駅羽田空港方面間を運行するが、 途中駅である京急川崎駅、神奈川新町駅、横浜駅、金沢文庫駅を始発、終着とする列車も存在する。運行時間帯は平日ダイヤでは主に日中と、夕ラッシュ時、と休日ダイヤではほぼ終日である。エアポート急行が運行されていない時間帯には、羽田空港方面発着の開得特急、普通が運行される。 平日夕ラッシュ時の下りの一部には、イブニングウィング号を介し、横浜駅京急栗浜駅方面の先着列車となるパターンも存在する。都営5300型によるエアポート急行普通普通は、全線を運行し、各駅に停車する。ただし、現行ダイヤでは主に運行されるのは、品川駅以南の区間となる。品川駅千楽寺駅間には、 途中駅はないが、この区間を走る列車の多くは、京急線内品川駅以南の区間で急行以上の速達列車として運転されてきたものが直通する形となっている。このため、品川駅を境に、以北、以南ともに普通列車として運転するものは、ほとんどなく、と休日ダイヤに、裏外発線学事業とその折り返しとなる。 戦額自発京急川崎行き一本が設定されているのみとなっている。日中は9から11分間隔で運転される。速達列車は多くが8両または12両編成であるのに対し、ほとんどの列車が4.6両編成である。ただし、速達列車の折り返し運用などで例外的に8両編成の列車も存在する。現在のダイヤでは、 品川駅浦賀駅間の運転がほとんどだが、品川、羽田空港、京急川崎、神奈川新町、金沢文庫、堀の内発議で、京急蒲田、羽田空港、京急川崎、神奈川新町、横浜、上大岡、神奈沢文庫、逗子、葉山、堀の内、浦賀、京急栗浜各駅発着の列車が設定されている。 また本線を走る列車はほぼすべての列車が、京急車で運転されるが平日夜上りの寿司、葉山発金沢文庫行き一本のみと A 車で運転されている。2017年10月28日以降は、と休日の夜にも同じく一本設定される。2010年5月16日のダイヤ改正では、エアポート急行が新設されたことにより、減便され、 2011年4月の節電対策ダイヤでさらに減便されたが2012年10月21日のダイヤ改正では日中に運転されていた品川駅、羽田空港方面間のエアポート急行を開得へ格上げしたことに伴いエアポート急行停車駅である青物横丁駅、立合川駅、平和島駅の利便性確保のため 品川駅京急かまた駅間の区間運転列車が新規に設定され、品川駅京急かまた駅間では後の10分間隔の運行となっていた。しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、日中の品川駅京急かまた駅間の区間、運転列車は2020年5月9日より運休となり、そのまま2021年3月29日のダイヤ改正をもって、 正式に廃止されることになった。前述のように他社との競争の観点から、伝統的に速達列車の本数が多く、早朝深夜を除くと、ほとんどの対比駅で通過待ち、接続待ちを行う。接続待ちによって、速達列車通過駅から主要駅までの利便性が確保されている反面、普通だけで主要駅間を乗り通すとかなり時間がかかる。 例えば日中ダイヤの場合、品川駅堀の内駅間 52.3km を、海徳は上下とも47分で運転するところを、普通は、下りが1時間52から53分、上りが1時間42分かけて走っており、所要時間差は実に1時間ほどとなっている。また途中で、上りが海徳6本エアポート急行2本。 下りが海徳7本エアポート急行3本に追い抜かれる。ほとんどの普通が京急線内のみの運行であり、そのうち仙楽寺駅始発、終着の普通は土休日に一往復存在するのみである。しかし、ごく少数ながら品川駅を始発、終着とする都営浅草線や京成線方面直通の普通も存在する。毎年大晦日から、 翌年の元日にかけては、横浜駅、品川駅、千楽寺駅、東京都心方面間で、終夜運転を行っているが、その際は普通列車のみの運転となる。1000型と1500型による普通。大半は4から6両編成で運行される。昼間時1時間あたりの運行本数は次のようになっている。エアポート開得、開得、アクセス特急、特急。 通勤特急、快速、急行、普通このほか都営浅草線、京成線直通列車は、仙楽寺駅ではなく、品川駅で、列車種別の表示、案内を、京成線の種別に変更するので、これらの表示、案内を見ることもでき、品川駅仙楽寺駅間の上り列車に、限りこれらの種別を名乗って運行する列車が、存在する。これまでは、 品川駅における案内上の措置に過ぎなかったが、現在では駅や車内に掲載されている京急の路線図においても、仙楽寺駅品川駅間において、アクセス特急、通勤特急、快速、急行の表記がなされるようになった。反対に、京成線方面からの京急線直通列車は、押上駅で京急線の種別に変更する。エアポート開拓は、 京急線の種別であるが、都営浅草線の種別でもあり、同線のみで、エアポート開徳となる列車もある。快速特急は、正式種別としては、開徳だが、京成線での案内に合わせて、快速特急と案内される。急行は、京急線内のエアポート急行と同一だが、都営浅草線内は単に、急行とされる。エアポート開徳を除き、 いずれの種別も、都営浅草線内は各駅に停車する。都営浅草線内の駅が、終点の場合は、エアポート開徳を除き、普通と表示、案内される。仙学寺域の場合は、種別は変更せずに運行される。朝ラッシュ時、品川から、普通京成高砂駅行きとなる列車の一部は、京成高砂駅で、行き先、種別変更して、 運行を継続する列車がある。通勤開得1981年6月22日のダイヤ改正より、品川駅、京浜川崎駅のホーム12両延伸、京浜鶴見駅、上りホーム対比設備完成により、それまで平日朝に運転されていた、船内特急を、金沢文庫駅以北を快速特急停車駅、12両編成で、 運転する種別として登場した。平日朝の上り及びそれの送り込み用の下りが運転され、横浜駅以南では特急停車駅、以北では登場当時の快速特急停車駅に停車する。車両の種別幕は快速特急同様緑色で、縦に、通勤横に、快得と表示されていた。また、列車種別表示等は、 通勤快徳を表す表示はなく、上大岡駅以南は、特急、横浜駅以北は、快速特急として扱われていた。快徳と異なり、本線の全線に乗り入れていた。栗浜線以外の京急線や、都営浅草線へは乗り入れない。1995年7月24日より、京急蒲田にも停車するようになった。この時から、 停車駅路線図での種別色に紫色が使用され、快速特急と特急から独立するようになった。なお前期したが、この種別色は公式ホームページの時刻表にて B 回特の種別色として使用されている。1998年11月18日ダイヤ改正から、上り一本が千楽寺駅まで延長された。この列車には2100型が充刀され、 同型発の千学寺駅乗り入れとなっている。1999年7月に名称廃止となり、現在は同じ形態の列車が金沢文庫駅以南を特急として扱う、開得という形で運転されている。設定時より通勤開得が正式種別名であり、通勤快速特急とは称さない。しかし、株式会社協和企画発行の 京浜急行電車全駅時刻表には通勤快速特急の記載がある。なお、運行開始は1981年だが、車両の前面に掲げる種別版は、それよりも以前から用意されていた。エアポート特急、京成本線の京成高砂駅、青戸駅と羽田空港を結ぶ列車。京成高砂駅で、 京成上野駅成田空港駅間のエアポート特急と接続していた。京急線内では特急、都営浅草線内ではエアポート開得京成線内では特急と同じ駅に停車しており、途中の平和島駅にて快速特急の通過対比を行っていた。詳細はエアポート回徳の項目を参照。ハイキング特急1 9五十年四月一日に、 登場した、軽急発の特急列車。ハイキング回数乗車券を持つ乗客だけが乗れる、定員制列車だった。当初は、品川駅裏返期間を94分で結び、途中急駅に停車した。この時の表低速度は、時速3 5 5トルだった。当初の愛称には、三笠、剣崎、房総、三崎、東大、高取が存在した。 運行パターンは大きく3種類に分けられる。これらは原則として、途中停車駅は、京浜川崎駅と横浜駅のみである。1952年春のダイヤ改正で、学校裏駅、小安駅、上大岡駅の3駅での対比線の使用が開始されると、三崎と新設された、城ヶ島が、品川駅裏川駅間を、ノンストップ運転で十五分で結んだ。 この時の表低速度は時速 51km だった。また、品川駅浦賀駅間では、東大と新設された、大島、のこぎり山、第一房総、第2房総が、京浜川崎駅と横浜駅に停車して69分で、結んだ。その他、逗子線方面では、逗子海岸駅行きの、油壺と神武寺行きの、高取りがあった。 1953年秋からは、ノンストップ運転の列車は、第二暴走と、城ヶ島の2本に増え、3分短縮の62分運転となった。1954年春から、第二暴走は、暴走半島への日帰りハイキングが楽しめることから、人気が集中したため6両編成に増強し、秋には4分短縮の58分運転となった。 第2暴走は1956年秋には表、低速度時速 68km で走行し、品川駅浦賀駅間48分運転となった。ハイキング特急は、この頃が最盛期となり、浦賀駅行きの第3暴走、京浜栗浜駅行きの白州も設定され、最大で9本が運行される時もあった。しかしマイカーによる、 道路混雑が始まると連絡バスが、上りハイキング特急の発車時刻までに到着しない事態が発生し、1965年秋をもって、ハイキング特急は廃止された。廃止後は、その代替として、休日の定期特急の一部に、暴走三浦などの愛称名をつけて運転し、後に、快速特急、マリンパーク号となった。 週末特急1956年3月より、大島、金谷高路接続を目的として、品川駅裏側駅間に設定された特急列車。途中停車駅は、京浜川崎駅、横浜駅、金沢文庫駅、横須賀中央駅の4駅だった。品川駅12時40分発の列車には、ラ・メール号13時40分発の列車には、 パルラータの名称が与えられた。ハイキング特急とは異なり、定員制ではなかった。しかし、沿線人口の増加と通勤需要の増大に加え、伊豆大島へのメインルートが、東海道新幹線の開業後、熱海駅、熱海港経由に移行したことなどにより、1968年6月8日に、快速特急へと発展的に解消した。 海水浴特急1958年に、金沢八景駅のホーム延伸により、それまでの逗子海岸駅発着の週末特急を解消したもの。略称は、海徳。停車駅は、品川駅、京浜川崎駅、小安駅、横浜駅、上大岡駅、金沢文庫駅、金沢八景駅、湘南逗子駅、逗子海岸駅であった。 1959年には、小安駅、上大岡駅が通過になった。1962年には、京浜栗浜駅発着も運行された。1968年に、快速特急が運転されたが、休日大屋のみ、三浦海岸駅発着の海水浴特急が残ると、当時に停車駅が見直され、当時の快速特急が通過する京浜蒲田駅。 金沢八景駅、堀の内駅に停車するという若干異なるものの、現在の快徳停車駅に近い停車駅となった。これらの列車も1973年に名称が消え、不定期の快速特急として運行されるようになった。通勤特急1954年3月22日ダイヤ改正で、設定された特急のうち、上り特急が、 通勤特急とも呼ばれていた。当初の停車駅は、品川駅、学校裏駅、京浜川崎駅、京浜鶴見駅、小安駅、横浜駅、上大岡駅、金沢文庫駅、金沢八景駅、追浜駅、横須賀塩止め駅、横須賀中央駅、横須賀堀内駅、湘南大津駅、馬堀海岸駅、浦賀駅であった。同年7月7日のダイヤ改正で、 栗浜線直通運転が開始されたが、栗浜線内は各駅停車であった。また京浜蒲田駅が停車駅に追加された代わりに、京浜鶴見駅が停車駅から外された。1957年3月17日のダイヤ改正で特急停車駅に横須賀潮止め駅、横須賀堀内駅、湘南大津駅及び栗浜線の新大津駅、 湘南大駅が追加され、通勤特急と停車駅が変わらなくなったことに伴い、特急に統一された。現在では、品川駅で、京成線に直通する、通勤特急を見ることができる。急行急行は、2010年5月15日まで、運行されていた種別である。空港線の羽田空港駅から、京急本線を経由して、都営浅草線。 京成押上線を介して、京成本線京成成田駅及び、北総線にンバ日本医大駅までを結んでいた。1999年7月30日までは、京急蒲田駅逗子線新逗子駅間においても、運行されていたが、翌31日に実施されたダイヤ改正により、廃止された。この区間における急行は、主に新逗子駅京急川崎駅間のみの、 運転であったが、平日はさら主時間帯に限り設定されていた、新津市駅発の都営浅草線方面へ直通する、休行は、金沢八景駅で、通勤回徳の連絡後、平和島駅まで先行し、同駅で後続の特急を待ち合わせていた。ただし、京急かまた駅以満の休行が廃止された後も、毎年正月に開催される、 箱根駅伝に協力するため、選手が京急蒲田駅付近にある第一京浜の踏切を通過する予定時間帯に限り、空港線の運転規制により京急川崎駅発着の休行が設定されていた。2010年5月16日に実施されたダイヤ改正に伴い、種別名をエアポート休行に解消する形で廃止した。 現在のエアポート急行の運行形態は、急行をそのまま踏襲している。新津市駅発着の急行は、基本的に上り列車は、小安駅で、下り列車は、神奈川新町駅で後続の特急や快特に通過で、追い抜かれるが、平日と休日ともに、日中の列車は、神奈川新町駅から新津市駅間の運転の、ため有等列車通過待ちは存在しなかった。 普通列車とは上下線ともに、金沢文庫駅、上大岡駅、神奈川新町駅で接続。平日朝上り列車に限り京急富岡駅と神奈川新町駅で普通列車と接続していた。都営浅草線方面へ直通する列車と京急川崎駅発着の急行は、平和島駅で後続の快徳の通過待ちを行っていたが、 1998年11月18日の羽田空港駅開業後、本線と空港線との直通列車の増発に伴い、日中時間帯における平和島駅での退避は廃止され、平日朝ラッシュ時間帯や夜間に限り、京急ウィング号、海徳、特急のいずれかに追い抜かれる列車が設定されていた。また、裏が栗浜方面に設定されていた時期もある。 当初は、金沢文庫駅以南で、現在の特急と、ほぼ同じく、金沢八景駅、追浜駅、横須賀中央駅、堀の内駅、馬堀海岸駅、浦賀駅に停車したが、1957年3月からは、金沢文庫駅以南各駅停車となった。1970年6月に、すべての急行が、図紙線直通となり消滅した。この 1957年から1972年までは、大四川にも直通しており、大四川内の停車駅は、川崎大四駅のみであった。しかし1966年のみ、京浜川崎駅の高架化工事のため休止された。通勤急行1957年3月17日に、登場し、平日朝に運転された。 金沢文庫駅南角駅停車となった、急行の一部を、従来のまま残し名称を変更したもので、1958年9月7日には、特急増発に変えて消滅した。準急1950年4月1日のダイヤ改正より、急行運転再開と共に登場した種別。1954年7月7日のダイヤ改正で、消滅。 ハイキング特急や週末特急以外の一般の特急、快特や急行にも相性がついている列車が存在し、中には定員制の列車も存在した。小雲都営線、京成線への乗り入れ開始の翌年である1969年より、三浦海岸駅から成田駅間にに往復の夜行直通特急、小雲号が運転を開始した。 以降毎年運転されていたが1973年から1974年の運転が東京都からの終夜運転中止の通告に伴い中止、そのまま運転されることなく廃止となった。城ヶ島マリンパーク、成田山臨時開徳、三浦海岸行、城ヶ島マリンパーク号復活運転形成3000、計3038編成臨時特急、成田行。 成田3号復活運転 K9500KS1707 編成1970年より1月、4月末から5月、9月から10月に、京成成田駅、三浦海岸駅間で運転された、臨時直通列車。列車名は、京成成田駅行きは、成田3号、三崎口駅行きは、城ヶ島マリンパーク号に統一されていた。午前、午後にに往復ずつの、 K4 往復が運転され、車両は、午前の、成田3号と午後の、城ヶ島マリンパーク号は、K9 が、午前の、城ヶ島マリンパーク号と午後の、成田3号には、京成の電車がそれぞれ用いられた。後に運転期間が1月のみとなり1978年に、廃止。2018年7月7日8日と8月18日19日には、三社局、 直通運転開始50周年を記念して、復活運転が実施された。車両は、初日の、成田3号及び延長運転する列車が関係する、栗浜線内ローカル運用は、K9500K1707 編成が、城ヶ島マリンパーク号は、京成 3000K3038 編成が用いられ、2日目は、その逆で、成田三号と関係運用に、 京成3 0 0 0系3 0 3 8編成、城ヶ島マリンパーク号に、京急5 0 0系1 7 0 7編成が、運用された。このため、栗浜線ローカル運用2本も、京成者が代走している。パシフィック、逗子1970年の柿ダイヤより柿のみ、京成成成田駅逗子海岸駅間で運転された、直通特急。城ヶ島マリンパーク、成田山と、 同じく列車の方向で列車名が統一されており、パシフィックが、京成成田駅行き、図子が、図子海岸駅行きであった。午前、午後3往復ずつ、計6往復が運転され、車両の受け持ちも、城ヶ島マリーパーク、成田山と似ており、午前の、パシフィックと午後の、図子は、京急が、午前の、図子と午後、パシフィックには、京成の電車がそれぞれ用いられた。 ミ浦ラビーチ、ハワイアン、ミュージックトレインなど1970年7月11日から8月15日までの間に実施された下記休日ダイヤで、ミ浦ラビーチが3往復、7月18日から8月8日までの平日に1往復の両特急、ハワイアンが運転された。これらの列車は定員制で、ミ浦ラビーチは往復で100円であった。 これらの列車に使用された600系のうちの1、編成のみは、車内の蛍光灯が、すべて濃いブルーに交換されていてまたそのまま、通勤列車にも充当されていた。ハワイアンの運転は1970年かき限りで、あったが、三浦ビーチは1972年に一往復のみになるものの運転が継続された。ただし、相性が変わった時期もあり、 三浦ビーチビバハッピーやハッピー1240の愛称で運転された後、1976年は再び三浦ビーチに戻ったものの、翌年から再度解消され、ミュージックトレイン、アメリカンエクスプレスなど様々な愛称での運転となっていたが、1982年からは1990年まで再びミュージックトレインとして運転されていた。 その後、1991年より、最後の1994年までは3度、三浦ビーチに戻った。なお、夏季休日ダイヤ最後の年となった1995年には、列車の設定がなくなった。また、翌1996年以降は、夏季休日、ダイヤそのものが消滅した。使用車両は、最初の1970年のみは、 全列車600系、1971年にに、往復が1000系、1往復が600系の冷房改造車、1972年より、1000型のみで運転され、1983年より、折りのみ、翌1984年からは、上下とも2000型での運転となっている。ロングシートの1000型で運転されている期間、列車も定員制であり、 一時期の横須賀中央以南での乗車を除いて座席券が必要であった。南房総、城ヶ島、油壺マリンパーク、マリンパーク1968年9月より、休日にも快速特急が運行されるようになり、快速特急3往復にマリンパークという愛称をつけて運転を開始した。 その後、1972年より愛称を1、往復ずつ変更し、南房総、城ヶ島、油壺マリンパークの3つの列車名で、運転されるようになった。また、この時土曜日に運転されていた後ろ2両のみ、座席指定とした、快速特急にも同時に、南房総という愛称が付けられた。その後の記録は十分ではなく、 これらの愛称がいつなくなったのかは不明であるが、1977年には、南房総と名乗る列車が、品川駅から、平日、休日ともに一本運転されていた。京急油壺マリンパークが、沖縄国際海洋博覧,覧会のサブ会場となった、ことから、1973年4月末から10月末までの、およそ半年、平日、休日ともに一往復。 海洋博という愛称が付けられた快速特急が運転された。1983年7月24日に快速特急マリンパークが復活した。マリンパークとして運転されるときは愛称版取り付けが困難な2000系及び3代目600型を除き全面に丸いイルカの愛称版を取り付け運転された。また、同年10月1日より、 都営線からの特急にも一往復快速特急と同じ愛称版をつけ、マリンパークとして運転した。これらの列車は、羽田空港駅開業に伴うダイヤ改正で愛称が廃止された。その他1949年には休日運転で、愛称付きの急行も運転されていた。愛称には、銀陣、大島、房総、県崎、三崎、東大。 高取などが使用され、上記のハイキング特急の前身とも言える列車であった。横浜駅に7時29分から8時30分までに到着する金沢文庫駅から開得品川駅となる上り特急6本については、品川寄りの先頭車を女性専用車としている。2019年度の朝ラッシュ時最混雑区間は、戸部駅横浜駅間であり、 ピーク時の混雑率は143%である。京急で最も上空人員が多い駅は横浜駅であり、同駅は6車局の路線が乗り入れるターミナル駅である。品川駅横浜駅間は一部を除き伏線である。ため、朝ラッシュ時の上り列車は最も停車駅が少ない回特であっても、同区間で30分程度を要する。 この区間で競合する東海道線、横須賀線は平行ダイヤであり、所要時間、行き先等で圧倒的に有利である。渋谷、新宿、池袋の三大副都心へのアクセスも、湘南新宿ライン、東急東横線が横浜駅から直通しており、利便性が高い。そのため、都心側のターミナル駅である、品川駅手前よりも、郊外側のターミナル駅である、 横浜駅手前の方が、ラッシュ時の輸送辞任が多く、混雑率も高い。朝ラッシュ時に運転される、海徳及び特急は、金沢文庫駅で増結して12両編成で、運転する運用がある。近年の輸送実績を過表に記す。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した。年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した。 年度以前の最低値を緑色で表記している。この路線は、川崎大市への山経鉄道を運行していた、大市電気鉄道が、京浜間の連絡鉄道の開業を目的に、京浜電気鉄道と社名を変更した上で、東京都南部から神奈川県川崎市付近に、軌道線を開業させたのが始まりである。その後、軌道線を順次延伸し、明治時代末には、 東京と横浜を結ぶ都市間連絡鉄道が形成された。東京方への乗り入れに際しては、東京市電への乗り入れを見込んで、標準機で付設されていた、当線を東京市電の馬車機関に改め機し、対象末期には、北品川駅を介して、市電品川線への乗り入れを行い、さらに高輪駅まで延伸した。一方、市電への乗り入れと同じ頃、 京浜電気鉄道は、横浜と横須賀を結ぶ、郊外路線の開業を起としながら、関東大震災の影響により、打撃を受けていた湘南電気鉄道に対し、資本参加を行った。京浜電気鉄道の出資により、経営危機を乗り越えた湘南電気鉄道は、昭和時代に入り、小金町駅浦賀駅間及び、金沢八景駅湘南寿司駅間といった。 現在の京急本線と京急寿司線の一部に相当する路線を開業させた。その後、横浜で京浜電気鉄道線と湘南電気鉄道線を接続させ直通運転を行うことが計画された。しかし、京浜電気鉄道線が馬車機関に改め期していた一方、湘南電気鉄道線は地方鉄道法によって免許を受けて、 標準機で開業しており、直通させるためには、どちらかの路線を改めきする必要があった。地方鉄道法では、馬車機関による不設が認められていなかったため、湘南電気鉄道線を馬車機関に改めきすることはできず、結論として、京浜電気鉄道線を標準機に改めきさせた。1931年12月に両鉄道会社は、 日の出町駅で結ばれ、念願の直通運転が開始された。それにより、東京市電への乗り入れは中止された。高輪駅も廃止され、変わる東京都心側のターミナルとして、国鉄品川駅前への延伸を果たした。こうして、昭和初期に現在に至る路線の外形が完成した。なお、東京市電乗り入れ中止に変わる都心乗り入れ案として、京浜電気鉄道は、 日本初の地下鉄を開業していた東京地下鉄道、湘南電気鉄道と合弁して京浜地下鉄道を設立。すでに浅草駅新橋駅間を開業していた東京地下鉄道線の延伸線を新橋から品川まで建設することで浅草浦賀間の直通運転を計画した。ところが新橋駅を開始東京地下鉄道線への直通を目論んでいた。 東京高速鉄道は、この京浜地下鉄道設立の動きを問題視し、東京地下鉄道と京浜電気鉄道の株を買い集め、京浜電気鉄道は東京高速鉄道の参加に入ることとなった。東京の鉄道網を揺るがす事態に政府が仲裁に入り、地下鉄網の延伸は棚上げとなったが、京浜電気鉄道は、依然、東京高速鉄道参加のままに収まった。 これが前史となって、東京高速鉄道社長である、後藤慶太が、京浜電気鉄道社長に就任。第二次世界大戦中の1942年には、後藤が他に経営していた東京横浜電鉄、小田急電鉄と合併することとなり、東路線も大東急の一角をなすこととなった。大東急時代の1943年に、 旧京浜電気鉄道の品川線と旧湘南電気鉄道の湘南線が統合されて東急湘南線となり京浜急行電鉄発足後に本線と解消されたが都市計画の上では湘南線の故障が残っているものもある戦後は設備の改良によって輸送力増強や所要時間短縮を図り直通先の多様化などを経て現在に至っている 平均駅間距離は都市部では700メートル前後、路線全体でも1.2キロメートル弱で並行する JR 各線よりこまめに駅を設けている。また環球接続を頻繁に行うため、むね3から7駅ごとという頻度で対比可能駅を配置している。すべて有人駅であり、自動改札機、自動券売機を備える。また二千六年には全駅に、 AED が設置された。各駅のホーム有効長は停車種別により異なり、品川駅金沢文庫駅の特急停車駅は12両、その他の特急、エアポート急行停車駅は8両、普通列車のみ停車する駅は6両編成に対応する。ホーム番線は、下り線側から1番線、2番線とされている。頭に、 社名や金沢がつく駅や神奈川新町駅などは冒頭部分を省略して川崎、新町、文庫、八景などと略記されることもある。以前は列車の方向幕や時刻表でも省略型が多く見られた。東路線には軌道線から高速鉄道化への過程や戦時休止などにより多くの廃駅が存在する。京急の路線。本線は赤。 根岸線をくぐる京急本線の列車この区間は、おおむね国道15号と、並行し、北北東から南南西へと線路が伸びる。並行する東海道本線より、東京湾側を通り、臨海部の工業地域にも近い。海岸線近くの平地を進むが、京急川崎以南では、高架区間と地上区間が入り混じるため、その行き来のため急勾配となる箇所も、 複数存在する。路面電車を源流とする区間であるが、立合川駅以南では、大きな速度制限を受ける曲線はない。京急線としては、高架区間の比率が高いが、一部では地上を走行している。都営浅草線に接続する仙岳寺駅と高架駅である品川駅の間には、下り線33パーミル。 上り線38パーミルの急勾配が存在し、品川駅の南側では、最小半径160メートルの急曲線で左に折れて、JR 各線を乗り越えており、速度も時速25キロメートルに制限される。直後に八津山通り、旧東海道の踏切を過ぎると、北品川駅である。同駅先の踏切を過ぎると25パーミルの勾配で、 高架に駆け上がり、この先は、六号土定駅付近まで続く、高架区間となる。京急蒲田駅では、空港線が分岐する。六号土定駅を過ぎると玉川を渡って、神奈川県川崎市へ入り、京急川崎駅では、高架上の本線から大支線への連絡線が分かれる。横浜市に入ると、鶴見線や東海道貨物支線などと交差し、高架区間と、 地上区間を行き来しながら、東海道本線と並行して進む。小安駅手前で、東海道本線と離れると間もなく小安駅に着く。小安駅神奈川新町駅は上り線が2線ある3線区間となっており、神奈川新町駅には、新町県社区が隣接する。森土となっている、京急東神奈川駅を越えると、東海道本線と並行し、 神奈川駅を通過して、首都高速三沢線銀行 JCT をくぐると、横浜駅に到着する。横浜以南では線路を南に向け、おおむね国道16号と並行する。横浜駅以北とは一転して、丘陵地帯を縫うように進み、山岳トンネルも現れるようになる。沿線は拠点駅周辺を除くと、住宅地となっている区間が多い。 日の出町駅以南はかつて湘南電気鉄道により地方鉄道線として敷設された区間だが断続的に曲線区間が現れる。横浜駅の南側では急曲線でネギ線をくぐり野下山をトンネルで抜けると日の出町駅へ。ここから井戸ヶ谷駅付近までは鉄道省が建設を計画していた京浜線延長区間の用地が転用されており、また 小金町駅上大岡駅間は、横浜市営地下鉄ブルーラインが、おおむね南に並行する。その区間を抜けると南へ進路を変え、過ぎた付近で再び、根岸線をくぐる。運行上の拠点である、金沢文庫駅と金沢八景駅の間は、複々線化されており、東に、金沢県尺、西側には、総合車両製作所横浜事業所が立地する。 三浦半島へと入り、沿線は海岸近くまで山が迫る地形となる。そのためトンネルが連続し、谷となる箇所に駅が設けられている。曲線区間や勾配のある区間が多い。山がちな地形のため沿線の平地は密集した住宅地、商業地となっており、傾斜が急な箇所にも住宅地が造成されている。金沢八景駅では、追い浜方で、 図紙線が平面交差して右手分岐する。横須賀市に入ると横須賀線が接近し、京急田浦駅安神塚駅、泉駅塩入駅の両区間で京急本線が乗り越す。短いトンネルを抜けると横須賀市の中心市街地に位置する横須賀中央駅を通過する。堀の内駅からは栗浜線が分岐し、海徳や特急のほとんどは 栗浜方面へ直通する。馬堀海岸から観音崎の付け根をトンネルで抜けると黒船来港の街としても知られる終点の裏側となる。平面交差している環状八号線第一京浜などの道路と鉄道を立体交差化することにより踏切における慢性的な交通渋滞の解消を図るとともに道路、鉄道それぞれの安全性向上、鉄道による 地域分断の解消を事業目的とした。事業主体は東京都建設局である。2000年12月の事業認可取得に始まり、2012年10月に下り線を高架化して事業は完了した。東京都は仙岳寺駅、新馬場駅間において連続立体交差事業の事業化を進めている。2020年4月1日に国土交通省から 都市計画事業の認可を取得。2029年度に事業完了予定。ありがとうございます。